いチャーシュー、うまそうやな。ちょっとその日出来たてのチャーシューだから薄切りできないんですよ。はい、できました。チャーシュー。はい、どうぞ。あらか。いただきます。うわ、美味しい。花輪チャンネル、どうも花輪でございます。今日はですね、スペシャルゲスト、こんな方が来てくれております。じゃん。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。昭和最後のエロ落とし、村西徹でございます。ナイスですね。モノマネがすごく得意な、ラーメン屋の大将藤谷さんです。いや、ちょっと平卓ちゃんですよ。ちょっと話せ、平卓ちゃん。あ、まだ、はい、まだ平卓ちゃん。いや、まだっていうか平卓ちゃんです。あ、平卓ちゃん、まだやられてますね。はい、あ、じゃあラーメン屋も辞めたという。いや、ラーメン屋もやってますよ。あ、そうですか。芸人もやってます。なるほどね。比重的にはどうですか、はい、比重的には。いや、もう 99.9:1 ですよね。どっちが、はい、どっちがですか。ラーメンがもう。はい、はい、まあそんな、卓ちゃんといえばもうラーメン屋さんで、今食べログ 3.6、3ですね、63をね、はい、獲得してる渋谷でラーメン屋鬼そば藤谷やってますけれども、はい、今日はそんな卓ちゃんと一緒にですね、ちょっとご飯を食べ行こうということなんですが、今回はですね、これちょっとね、ずっと前から僕がやりたかった、はい、企画というかね、はい、平卓ちゃんが一番美味しいと思うラーメン屋、はい、ここに行きたいと思います。はい、ラーメン屋の卓ちゃんが、はい、尊敬する、はい、ラーメン屋さん、はい、ね、多分いくつかあると思いますけど、その中で一番、はい、一番、一番のところに行こうと思いますけど。あ、もう出していいんですか、それ。え、行っていいですか。じゃあそれではお願いします。はい、どこですか。これは幡ヶ谷にある、うん、特面骨一丁ラーメンです。おお、ここはね、もうすごくて。そうなの、どうすごいんですか。まず一つ一点が、うん、麺も自分で作って、スープもしっかり自分でやって、タレもしっかり作って、う、で、もうお茶まで自分で作ってるんですよ。はあ、で、本当にお前すごいなと。え、タクちゃんはあれなんですか、このラーメンを食べて、うんうん、ちょっと今のラーメンに生かしてる部分あるんですか。え、かなり、すいません、うん、チャーシューの切れ端にかかってるタレをペロって舐めて、うん、チャーシューのタレになるように作りました。はい、平パクちゃん、はい、平パクちゃんをしちゃうぐらいですね。そうですね、はい、もうここのラーメン屋さんに影響を受けたと。はい、僕なんかさっき聞いたらワンオペなんでしょ。ワンオペです。ワンオペでやっていて、はい、背脂ちゃっちゃ系のラーメンでは、はい、まあ、佐野さんが、まあ、もちろん認めたぐらい美味しくて、はい、タクちゃんも、もう今でもあれですか、たまに食べに行きたくなっちゃう。いや、もうほんとしょっちゅう行きますね。我慢できなくなるんですよ。無性に食べたくなるんですよ、一回行ったら。もうそんなタクちゃんが大絶賛する、はい、ラーメン屋さん、はい、じゃあ早速ちょっと行ってみたいと思いますね。はい、美味しい。めちゃくちゃうまいです。わかりました、はい、じゃあちょっとこれ楽しみです。はい、はい、花輪チャンネル。あ、どこですか、はい、どこですか。あのラーメンって書いてるとこ。あそこか。あ、これがぶら下がってる時はやってるってこと。あ、この提灯が。これなくなった時やってないんで。はい、ここです。はい、骨一丁ラーメン、すいません、失礼します。俺じゃあチャーシュー麺で。チャーシュー麺で。タクちゃんは。僕はじゃあ、でもこのチャーシューつけ麺で。おお、つけ麺も美味しいんだ。はい。そうなんだ。めちゃくちゃ麺がダイレクトに美味しさを感じるんで。それじゃ作りますね。チャーシュー麺とチャーシューつけ麺ですね。お願いします。なんかでもステージ見てみたいですね。かっこいいですね。ここ来たらもっと店真剣にやんなかって思っちゃうんですよ。真剣にやってるじゃないですか。あ、いやいやいや、もうワンオペで一人でやられてるんですか。そうですね。それチャーシューですか。そうです、チャーシューの端っこをメンマとネギを合わせるみたいな感じで、これビールの受けで作ったんですけどもね、あまりにもビール飲まない人から、車で来られる方なんかがもちろんあるもんですから。なるほど、美味しそう。まあね、つまみで食べるんだったらこういうところが美味しいですよ。はい、このツナ。そうなの、これ160円安いの。だって端っこで値段は取れないよ。いやいやいや、これはすごく、これかも。じゃあちょっとタレかけますね。はい、これがタレだ。はい、これがうまそう。これがで、150円のおつまみ。はい、すごいチャーシュー、うまそうやな。てか、その日出来たてのチャーシューだから薄切りできないんですよ。
背脂の処理がものすごい大変で、生の背脂を40分ぐらいかけて炊くんですよね。背脂もそうなんですね、結構混んでんだ。この麺も自家製ですか？そうですね、これめっちゃうまいんですよ。ラーメンもチャーシュー麺も儲け変わんないですよ。大体わかりますよ。今肉めちゃめちゃ高いんだから。そうなんだ。はい、できました。チャーシュー麺。はい、どうぞ。これか。これが骨一丁さんの。いらっしゃいませ、どうぞ。チャーシュー麺です。うわ、うまそう。やば。つけ麺もめちゃくちゃタクちゃんおすすめだって言ってましたけど。これ？これがつけ麺なの？これラーメン。これつけ麺のタレなんだって。麺もいっぱい。うわ。はい、できました。これはすごい。うまいじゃん。社長つけ麺。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。これがつけ麺がこの量きますか。いただきます。うわ。おいしい。ものすごいおいしいこれ。思った以上に結構あっさりしてますね。そうですね、追いだきとかしてませんので、ね、いただきます。やわらかめっちゃ。そうなんですよ、出来たてなんで。めちゃくちゃ美味しい、こっちの味も。めちゃくちゃうまい。どうですか、麺だけ食べるんだ。麺だけです、麺だけです。小麦の味がもう、うまい。麺だけでめちゃくちゃ想像できるな。営業中じゃなければね、もっと麺の説明したいんですが。ああ、うん、やっぱ麺もこだわってらっしゃるんですね。めちゃくちゃうまいし、麺がまでこれでさらに美味しくて、ね、うん、そこにつける、つけ汁につけると。すごいね、この量がマジで。口に麺の甘みが残りながら、ここに塩、こう本格的な塩分が入ってくる。うん、めちゃくちゃ今日生きててよかったなっていう。うまっ。これは、これ癖になるわ。やばいっすよね、これはまた一つ目のマジで。めちゃくちゃうまい。おつまみうまっ。こことここと全然違うっすね、味がね。さっき言ったよ、本当にね、全然チャーシューは味が違う。はいはい、ニンニクですよ。これがですね、ちょっと辛みを入れていくと、うん、もう最後までまた、なんかこの甘みに辛みが入ってきて、なるほど、これちょっとかけます。じゃあ、入れますよ。ここに辛みが入って、すごっ、本当だ。おお、ね、またふわって、またちょっと違う味が変わって美味しい。これで1000円ですからね。安いよね。本当に美味しかったです、最初。すいません、なんか急に今日来ちゃって。もちろん、もっといろいろ話もしたかったんですけど、すいません、営業中のもんです。また改めて、お話しいただきますので。本当にご参加です。いや、本当に本当に。すいません、ありがとうございました。いやー、最高。さあ、ということでございまして、骨一丁ラーメン、背脂、
ラーメン食べさせていただきました、はい、美味しかった。いやすごいです。さすがタクちゃんが、はい、今まで食べた中で一番美味しいという。いや最初一口やばくなかったですか。やばかった、はい、もうほらすでに並んでますからね、本当にね。本当にね、あの、はい、要は背脂ちゃっちゃっていうぐらいですから、はい、もうすごく濃厚で脂っこくて、はい、もうスープも残しちゃうかなと思いきや、はい、もう飲めちゃうね。そうなんです。もう意外とコクがあって、はい、あっさりして深みもあるし、はい、すごいね。これはすごいですよ。もう本当、田中さんの息子さんとか、はい、多分、うん、興奮して食っちゃうぐらいの、そうだね、パワーがありますよね。はい、ということで、まず本当に、あと店主のラーメン愛が、そうだね、あのすごいことをやってますね。毎日あのラーメンの顔が、うん、まあ、表情が違うので、スープが、うん、それが楽しいんですよ毎日。なかなかこんなモチベーションで営業はできない。そういうところは尊敬してんだね。いや、そこは尊敬してますやっぱり。ということでございます。はい、ぜひ皆さんも一度来てみてはいかがでしょうか。いや、もうお腹いっぱいですね。はい、はい、タクシーありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもさんでした。花輪